はい、どうも、こんにちは、フルスです。提督でーす。ワールド・オブ・タンクス、実況シリーズ。もはやなんだっシリーズけ。名を放棄した。 新兵訓練物語。第4話かな。4だね。4、パート4をやっていきたいと思います。はい。今回ですね、前回も使った3号戦車 A 型に、新しい砲を載せました。5センうん、5チ、センチ砲。5センチ砲。まあ、これがね、今までとは違って、機銃じゃなくてね、普通に撃ち抜くような、まあ、普通の方だ普通ね。の砲ですね、になったということなんで、まあ、ちょっとこれで暴れてこようかなと思いまして、実際、技術3の方が、ここ、なんだっけ、積載あ、の積載量足んな量かっのた？が足んなかったっていうことをなんか、ついこの前ね、経験しましたね。それもちょっと買いつつ、あとはまあ、とりあえず経験値が溜まったら、パンザー 3D の方に行けばいいのかな、みたいな感じのことは思ってるんですけど。ただ、まあ、エンジンとか開発していくかどうするかだよね。そう、この辺だよね。なんか、まあ先に進んだ時に同じものが必要であれば、なんまあか、買ってもいいのかどな、のみたいな道気がし経て。験値集めでとか、クレジット稼ぎの途中でその車両乗りますなら別に開発した方が楽にはなるよね。性能は、速度は上がるし。まあ、とりあえず、行ってきましょうか。では、本日もじゃあ、簡単に、進めていこうと思うんですけど、まあ、相変わらずガルバンモッドも入っている、この てか、同じ PC だからね。そうだね。で、まあ、こっちは、今回はトルビー3。フリースリドイツ戦車という名のハンガリー戦車だよ。ー。を使っていこうと思います。はい。じゃやっていきましょはい。う。はい。ということで、マップの方が、漁師の港。まあ、町の方と、反対側の、街道の方、分かれる感じだよ。なるほど。で、マッチング見て思ったのがさ、ティアさん俺たちしかいねあ、本当だ。え。まあ、敵の方にはなんか別の、いるけどさ、辛くねえ。まあ、味方がガンガンやってくれるのを期待するしかないのかな。だから後ろおるでしょ。まあなんかまあこの前工場と実際のバトルの間にはね、何回かボツがあるので。ていうか、さっき間違えて使用と思った戦闘を消すというね、そうなんですよ。心理があったからなんね。で、若干時間的にはね、ずれてるんですけど。まあ、それでだいぶ学んだの。多分そこからその位置ですでに敵から撃たれる可能性あるから気をつけてね。了解でーす。ティアサがある方、本当に、ただそれは敵が見つかるまで俺はこの家の中で死ぬ待機してます。了解です。だいたい今、見えてる敵の位置あたりにあ、見え固てままってす。ると考えればいいから。抜ける気がしないなぁ。来るのか。いや、あんまり顔立ちっぱなしにしてると、一方的に見つかって、するどこに食べるとかあるから。OK です。なんてやってる、俺たちはヘボいんだ、今。まあ、2台目ないかな、これ。敵へ確認しました。見えたね。落ちてるわ。感覚が攻めてくるね。まあ、いけないんだけど。まあ、後ろ回り込めればだけど。ミポリン、敵戦車発見したかも。うわ、目の前に。いつでも撃てますよ。あ、怖い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 。その顔の出し方までできないぞ。そんな、思いっきり横から探してる。何メートルまででかいし。ああ、そっか。そうだ、そうだ。正面向けろ。正面で受けないとダメだ。装甲は熱いし、あと、敵にさらす面積もないから。
はい、ということで、マップの方が、マリノフカとなっております。方針的には、どうすればいいのかな？何アップ打ち合っても多分、効果力がすごいんだよ、ピアさんだって。うん、さすが、ピア5がいるもんな。おじましく、接近して打ち合う方向に行こう。了解です。マップの、90のあたりにある山、山を。はい、わかりました。なんかいきなり減ってない？ああ、激突した。あれはね、俺が、俺のせいじゃないと思う。あ、そうなの？敵へ確認しました。見てなかったからそこはわからんけど。多分運転免許取った後、あの事件が起きたら、まあ、8人くらいで過失は免れる気がする。リアルすぎてなんと。今、これ、認知前の広場を挟んで、うん、南アッケーで見たのが、移動してるのがこっち側、山を取りに行く。うんうんうん。来るって感じかな。なるほど、なるほど。さあ、あと俺が先頭行ってもしょうがないんだよな。ティアさんが3人来てるんですね。注意してください。まあ、ティア5、重戦車1両でも来たら役に立たないんだけどな。すぐ帰れてきて、帰ってきて。でも、KV1 来てるから、まあ、おいも来てるじゃん。お、おい、試験者。後ろに、おう、これ強い。まあ、そこら辺は戦略としていい。うん。VT7 は結構前出てくる。そっち側行くと、平地から撃たれるから、その分は強いね。オッケー。目標発見！他のチームに知らせるね！3、4、5。ティア5だから、おとなしくしてよ。え？何しろ見ないの？敵から撃たれなければ。ね、高低差で目標くればいいのか。高低差で地形を立てる。走行を削った程度ですか。いつでも行けますよ。今なんか到着までの時間を稼がなきゃいけないんだけど、なかなかに分が悪いな。お、すすでしゃ三ペグありました。これでまあ、スキルを使って、僕も誰を使わない、スペシャルの頭のところを全部見るんだ。P28 から5台、3台優勝。装填完了しました。沈むだろ。さすが。クセンダーは抜けない。エクセル車は多分、ティア50センチは多分抜けない。あ、抜けない。じゃあ、こう、味方がやってくれるのは、頑張って見てればいいのかな。まあ、それが側面、まあ、理解器受けてもあるけど、うん。ラクダ打って動くように見えるみたいな。うんうんうん。側面の3、4が相手してるけど、顔出しすぎるんだよ。弱点を狙っていきましょう。装填完了。私にお任せあれです。あ、欲しいだけのティア5が。あ、なんか、またティア5が一体来てるんだ。無理。さすがに低いな。じゃあ、クルセイダーと一緒に処理できる。いや、俺じゃない。オッケーです、イスズ殿。いや、まあ、もし、格上しかいない場合は、味方と一緒に敵の側面つくのが、うん。なんか、まずい。下がろう、下がろう。あ、
無理、試験車あたりまで下がる。で、そこの位置はないでしょ。そこ、もう試験車が狙われたら逃げらんないぞ。落ちそうなんだけど。あ、危ねえ。逃げられてるんだね。いや、うまく運転できなかった。いや、なんか、下がりたいんだけど、崖から落ちそうになっちゃったっていう。で、無意識検査の再払いって書いてますかね。この先うん、抜けた後の、4号あたりの、4号の AB、あのあたりに森に隠れてる可能性が高いから、大丈夫です。ほんと。うん。俺らそっから一気に下るけど、隠れる場所ないから、うん。撃たれやすい。あ、スピードチェーンの方が、かな。まあ、チンがいるあたりの建物に隠れてると思うので。はい。で、あとはまあ、後続の後ろ見ながら聞いて次、引かないので。うん。敵車両を見つけました。あと突撃も時間だよ。よっしゃ。おお。緊張。この季節に見たくない木がいっぱいある。そこかよ。敵発見。と。ネポリン、敵戦車発見したかも。お、いつでも撃てますよ。お、ほとんど俺何もしてない気がするな。まあでも、生き残れたってことで、いいのかな。いや、見事に出るだろ。だから、多分当ててもいないし。俺、単4号の決断いくつか当てただけだから、まあ決力。まあ、生き残ってとりあえず勝ったってことでね。本当に何もしてない。はい、本当何もしてないです。まあ、今後ね、防御の方法、攻撃の方法も覚えていけば。まあ、でもとりあえずなんか立ち回り方としては、低いティア隊の場合はまあこういう感じで動くってことはなんとなく分かったような気がする。まあ、無理をしないでまあ、側面を固めるか、やれる敵からやっていくみたいな。そう。今後も強くなっていこうと思います。はい、ではどうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。